2018年2月28日、この日、岐阜聖徳学園高等学校ではある行事を前日に控えていた。今日何があるんですか？卒業式の練習です。いや、1ヶ月ぶりに会ってどう？めっちゃ楽しいです。卒業式ないね。それな。そう、この日は卒業式前日。卒業式のリハーサルが行われるため、3年生は学校に登校していました。3年生は2月から自由登校となり、全員が集まるのはおよそ1ヶ月ぶり。平成29年度の卒業生は361名。3年生全員で取り組む行事もこの卒業式が最後です。スケートがワンラインであれば、我々はワンハート、心を一つにして卒業式に向かっていきたい。それが今年1年間の一番の大きな目標だったので、ぜひ卒業式最高のものにしたい。それを実現してくれるのはみんなで一つにつながったワンハートだろうというふうに思います。まだ実感ない。実感ないね。実感ないです。なんか教室が久しぶりな感じする。空気この教室の後少し分かりやすいもん。そうやな、なんか社会人やでな。もう学生が終わるで寂しいわ。2年間同じクラスだったからちょっと寂しさもあります。いよいよ明日は卒業式当日。卒業式の模様は CM と聖徳ニュースの後。経済学っていうのは、実際使えるんだっていうことを知ってほしいかなと。コンピューターって何かっていうのを簡単に説明できるようになってくれれば。できないことじゃなくて、何ができるかっていうことの中で何か見つけてほしいと思ってるんですよね。可能性はいくらでもあるチームだと思ってます。自分たちで色をこう変えられるっていうか、あとは本人の意欲だけ。2月28日、岐阜聖徳学園大学附属小学校の児童と岐阜聖徳学園大学附属幼稚園の園児による幼少ひな祭り茶会が開かれました。これは児童と園児の交流の場として毎年行われている催しです。この日は附属小学校4年生57人と附属幼稚園の年長園児49人が参加。4年生が伝統の授業で1年間学んできたお手前を披露し、園児らに抹茶を振る舞いました。園児らは抹茶を口にすると初めて感じるその苦さに顔をしかめるなどしていました。茶会は終始和やかな雰囲気で行われ、児童と園児らは互いに交流を楽しんでいました。3月1日、迎えた卒業式当日。発達した低気圧の影響を受け、前日の夜から強い風が。3年生たちは残り少ない時間をかみしめながら、友達と最後の時間を過ごします。京都の思い出チェック。そしてついに高校生活最後の行事、卒業式がスタート。平成29年度卒業生、普通科1組、青木心。はい。井口未来。はい。中村由紀。はい。本校において普通科の課程を卒業したことを証する。平成30年3月1日、幸せはいつも自分の心が決めるという言葉を胸に秘め、豊かな人生を送られることを念じています。
ご卒業おめでとう。高校を去って行かれる皆さんは、これから先幾度となく厳しい困難の壁にぶつかることもあるかもしれません。時には逃げ出したくなることもあると思います。そんな時にはこの学校で過ごした3年間の日々を思い出してください。今日は私たちにとってゴールではなくスタートの日になります。今後世界は大きく変化し、例えば AI が人間の知能を超える時代を迎えます。だからこそ人と人との心のつながりや絆を深めることがより必要となる時代になるのです。まだまだ不安もありますが、この岐阜聖徳学園高等学校で学んだことを糧に、己の道を信じて歩み続け、良き市民として社会に大きく羽ばたいていくことをここに誓います。卒業式が終わると大好きな後輩たちが迎えてくれる。今までいろんなこと言ってきますが、本当に最後のホームルームを、始めます。そしていよいよ高校生活最後のホームルーム。なんと担任の先生からサプライズが。校章代わりに俺が入っています。あ、いや、申し訳ありませんが、世界に一つしかないでしょう。先生のオリジナル卒業証書が一人一人に手渡される。時にはぶつかり合ったりもしたけど、今となっては思い出だし、卒業が本当に嫌だけど、みんな離れ離れになっても頑張ってください。いい思い出しか頭に残ってません。あと先生で3年生の3人が先生で本当に良かったです。ありがとうございました。君らがこれから進む道は無数にあります、ね、選ぶ道も無数にあると思います。だけど君たちが辿った道は、この岐阜聖徳学園高等学校3年普通科6組という一本の道しかないんです。でも安心してください。先に育っていた人たちもきっと胸を張ってこの人生を送っているんだろうと思っています。立派な人間として生きていってくれることを期待したいと思います。先生の言葉とか先生から動画もらったんですけど、それが本当に一番嬉しかったです。聖徳で良かったって、それは本当に思います。自分ちょっと遠いとこ行って周りと会うのがちょっと少なくなっちゃうんで寂しいですけど、この時のことを思い出して頑張りたいなって思います。今までみたいに毎日会えることはないけど、でもやっぱり今の時代 SNS とかあるから、まあ、約束はできるから、またみんなでワイワイ集まれたらいいなって思います。活躍ラス最高！イエーイ！岐阜聖徳学園高校のみんな、3年間ありがとう。